ファイヤーエンブレム、エンゲージ。アンバーはね、特徴があってとても良い。はい、ということでエンゲージ続きやっていきましょう。まあメインストーリーといきたいところなんですが、まあ今回はね、前回加わったミカヤさんとロイの外伝やっていきましょう。正直ね、いや外伝やんなくてもいいかなと思ったんですよ。あの動画外でやっちゃってもいいかなって。っていうのは結局、わけのわからんことを言われて、いいなこれ昔やってた人いいなってなって、終わるっていうことの、まあ結局その繰り返しなんだよね、外伝って。なんですが、もうでも、だってあと、ちょっと待って、あと何人？あと多分2人なんだよね、紋章師。今紋章師、手元に10人いて、マルスと、あと、ワープライナか、セリカさんだ、がいないだけなんで、まあだったらね、もう、ここまで来ちゃったんだったら、まあせっかくだから、全部やっちゃいましょう、ということで、まあ今回はロイと、ミカヤさんね、の外伝、やっていきましょう。若き獅子。見慣れない場所に出ましたね。一体どこなのでしょう。まあいつものパターンね。ロイもすごく若いんじゃなかったっけ。ここは、いや、そんなはずはないか。でもの割にはなんかちょっと落ち着いてる感あるよね。この場所を知っているんですか。15歳とか16歳とかそんな設定だったような気がするんだよな、ロイって。僕の思い過ごしかもしれない。ただ似ていると思ったんだ。ロイの服ってさ、あれよね、マルスとかさ、かつて僕が戦った、ね、ルキアさんとかとすごく似てるよね。あとあれもそっ か、 エイリークよかったら聞かせてください。の服ともなんとなく、なんだ、色合いなのかな、デザインなのかな、なんとなく似てる気するよね。ああ、昔僕はここに似た場所でベルンという大国の軍と戦ったんだ。ベルン、当然わからん。その時の敵将マードック、本当に強かった。ね、名前が強そう。マードック。彼の先駆であるトマホークの一撃。その強さ、重さは僕の記憶にしっかりと刻まれている。すごいな、こんな具体的なことを言うの初めてかもしれないね。過酷な戦いだったんだ。でもそんな辛い戦いも、こういうのさ、懐かしいと思わずにはいられない。DLC でさ、この戦闘だけやらせてくんねえかな。ロイにとっては大切な思い出なんですね。無理だよな。各作品のこの外伝の元になった戦闘をさ、なんか別に当時のクオリティでもいいからさ、まあ、ドット絵でも正直いいからさ、ここやらせてくれたらいいかなって。僕と戦ってほしいね。なんかもっと思い出出るかなって思うんだけど、難しいよな。これはきっと君に用意された試練なんだ。その相手はマードックではなくて、はい、僕というわけさ。まあいつもの流れですね。見事僕を打ち破ってくれ。そうすれば君ともっと深い絆を結ぶことができる。じゃあまあ全力でかかって、そしてあっという間に蹴散らしてやりましょう。お願いできるかい。もちろんだ。いいな、この表情。いや、この表情いいね。わかりました。あなたと戦います。きっと打ち勝ってみせますよ。きっとどころか確実に打ち勝ってやるぜ。君ならこの戦場をどう攻略するのかな。楽しみにしてるよ。そりゃもう真っ向勝負よ。行くぜロイ。行くぞ。くあ、ポンがかっこいい。いや、音楽、ちょっと待って。はい。いや、すげえかっこいいな、この音楽。ねえ。いや、まあでもどの音楽もかっこいいよな。幸福だよ。シリーズさ、さあ、来たね。援軍も駆けつけてきたけど、まあ、特に、あ、宝持ってんのいるな。じゃあこの宝は奪いましょう。シグルドでエンゲージをしてしまえば、
向こうまで行けるよね。まずはティルフィングでやってしまいましょう。このメティオって魔法を早く使えるようになりたいな。この範囲が罪だというのだ。なんか範囲がすごく広いんだよね。命中プラス25、これ強いな。あ、届いたね。でクロエちゃんでまず一発追い込む。踏ん張りプラスプラスプラス、すごいねこれ。次の攻撃は獅子グレンエンブか。まあ、とりあえずディアマンドで一発殴る。君が相手か。あ、これは気を抜けない。そうか、ディアマンドが最初に持ったからか。そう言ってもらえるのはありがたい。私も同じ気持ちだ。はい、1だけど。ブロディアに託されたモンスをしたるロイには無様な戦いを見せられんからな。このパターンもあるから、お互いいい勝負ができそうだ。さあ戦うキャラ考えないとダメかな。助け出しするわ。ちょっと先を越されたな。水を刺された。でまあズマミが殴りかかるけれども、まあ当然踏ん張るよね。ロイからまるで炎のような気迫を感じます。これは獅子グレンエンブでしょ。ロイ面白い構え方すんだね。逆手なんだ剣の持ち方が。へえ。この場所は僕が持っている封印の剣が安置されていた土地でもある。なるほど。その記憶が僕に力を与えてくれているのかもしれないな。へえ、伝説の剣的なものが存在するんだね、ロイに。ゼルダンですっていうところ、マスターソード的なやつ。こちらも全力でいきます。全力、つまみの全力半端ねえんだったから。結構じゃん。いや、これ踏ん張り鬱陶しいな。くそ。まあ大変だね。ダッシュグレンエンブ3人ぶっ飛ばされっけど、まあまあ大丈夫でしょ。ノーダメージ。最後はズマミで、そうオルタネットする必要もないか。まあリベラシオンでやってしまいましょう。これ水刺されて終わりだな。そうだよね、勝ちだ。いやごめんって。はい、やりました。 MVP はアルフ。やっぱ移動力が高いからね、トークン敵をバンバン倒せんの強いわ。ありがとう、僕に付き合ってくれて。いいんだよロイ、気を抜いたらきっと負けていました。うん、二度とロイを敵に回したくないですね。まあ、気抜いても負けはしなかったけど、やっぱ獅子グレンエンブ使われると厄介だよな。なんだか照れるな。最初の打撃プラスターン終了後の炎の打撃もあるからね。どうした？どうかしたんですか？え、ね。私の顔を急に。いや、君を見ているとある少女のことを思い出すんだ。ほう。彼女の名はイドゥ。イドゥ。ベルン王ゼフィールによって、ベルン王ゼフィール滅ぼすことを命じられた。ほう、魔竜だ。あ、そんな過去からそういう感じの存在出てくるんだね。邪竜みたいな感じの魔竜。彼女も左右の瞳が違う。へえ、そうなんだ。それにどことなく雰囲気も似ている気がする。え、関係者。いや、まあ、でもパラレルワールドの話だから違うよね当然。そんな方がいたんですね。それでロイはその人、魔竜と戦ったんですか？まあ当然戦ったんじゃないの？僕は決断を迫られた。あ、へえ。彼女を倒し、竜を滅ぼすのか。そうなんだ。あ、それとも、そういう感じのストーリーなんだ。竜の命を救うの。あ、面白いね。そして、うん。これでも当然プレイヤーの判断に委ねられるわけでしょ？そして、うん。
なんだよこの野郎。この続きはまたいつか話すよ。まあでも戦いつまりはそういうことだよね。正解が平和になったらね、その時のプレイヤーの手に委ねられたからわからない、話せないってことだよね。へえ。わかりました。約束ですよ。その日が来るの楽しみに。いやでも本当にさ、こうやってなんだろうね、その作品の特色が少しなりとも分かるっていうのは、うん、すごくいいよねこれね。これからもよろしく。いやいいわエンゲージめちゃくちゃいいわ。はい、ということでロイ上限解放ですね。暁の巫女か。雪が降ってきましたね。暁の、なんだか周りとは違う空気を感じ。ミカヤさんの指輪って何の指輪だっけ。ミカヤさんって意外と背ちっちゃいね。私にゆかりのある場所ね。そうだね、まあ今までのパターンから言うと。ミカヤはこの場所を知っているんですか。ええ、ノクス城、ノクス城といってここにとてもよく似た場所で、私はアイクと戦ったのよ。え、アイクと戦ったの。あれ、ミカヤさんとアイクって同じ作品に登場するキャラクターじゃない。あれ、そうなの。え、アイクと、え、わからん、え、な、え、そうなの。あの日もこんな風に雪が舞っていたわ。え、ちょっと待って、え、そんな紋章師同士が戦う自分の信じとか、そんなやつあったんだ。彼はとても強かった。対する私たちは、え、これちょ待って、大義も正義もなかった。え、しかもがっつり敵対して戦ってんだ。アイクは私たちを救おうとしてくれたけれど、何これ。私たちには助けを求めることは許されていなかったの。え、は、なんかミカヤさんこの戦い死んだみたいな口ぶりだけど、違うだよね当然ね。とても強い制約に縛られて、え、何これ。滅びを選ぶしか道はなかったのよ。え、そんなこと、何、え、ちょっと待って、辛い戦いだったんです、ね、え、じゃ初めてのパターンなんだけど、動揺しちゃってるよ。でも私にも揺るぎない思いがあった。はあ、そんな作品あるんだ。どれほど意志に反することを強いられても、折れることのない強い思いが、やってみたいな。それは愛する故郷のために、大切な人たちのために。なんでね、最後まで戦う、ミカヤさんとアイクが戦うことになったんだっていう、それが単純な私は疑問があるよね。辛い戦争を戦い抜くことができたの。その戦争の相手方にアイクがいたってこと。あなたの強さの理由が分かった気がします。え、なんだこれ、すげえな。私たちがここへと導かれた理由も私に教えてください、ミカヤ。どんな絶望にもくじけないあなたの心の強さを。いや、ちょっとそのシナリオを見てみたいわ。あなたは気づいているのね。うん、そう、これはあなたに与えられた試練なの。まあ、もちろん気づいていましたが、私と戦って、そして勝つの。はい、勝ちます。そうすればあなたと私の絆はもっと深まる。ミカヤさんのこの話し方いいよね、ゆったりとした感じでさ、すごく安心できる。もっと引き出すことができるようになるわ。さすが大いなる、大いなるなんとかの癒して。なんだこれ、ちょっと配置がすごいんだけど。え、これは、ん、これはミカヤさんが押し寄せてくる形になるってことなのかな。まあ弓砲台をうまく使ってしのいでいきなさいよっていうことなのかね。なるほど。さあ、全力で戦って、そして試練を乗り越えてみせて。乗り越えてみせましょう、ミカヤさん。防衛地点まで到達。やっぱそうだね。まあズマミはじゃあここで待機でいいかもわからんね。うわー、すごい神秘的な音楽だね。素敵な場所ね。これは
弓が、そっか、エンゲージしないで弓放題は使えないのか、クロエちゃんの場合は。まあ、とりあえずここは下がりながら戦おう。さあ、ミカエさん来たぞ。こうしているとあの日のことが昨日のように蘇る。そのアイクと激突した時のことってこ、私の体に心に力が満ちていく。なんかめちゃくちゃ強そうなこと言ってんだけど。ミカヤから強い力を感じます。でも負ける気はありません。行きますよ。そう、遠慮せずいらっしゃい。じゃあ遠慮せず行きますよと言っても、一方的に3の9当たりませんわ。さあ、まあこれは返り討ちにしてしまいましょう。まあこのターンで猛攻仕掛けてやってしまうんですけど、ミカヤさんの指輪を初期状態で持ってるのってユナカちゃんなんだよね。まあユナカちゃんいないのが残念ではありますが、まあやってしまいましょう。じゃあまずはクロエちゃんから行こうか。なんかん、クリティカル高いやつ、ん、違うな。騎馬特攻、重装特攻でしょ。なんでクロエちゃん紫色のびっくりついてた。まあでも言うて大丈夫だよね。炎の槍でまずはゲージ1本もらいましょう。炎の槍がね、多分クロエちゃんの魔法攻撃力が高いからなんだろうけど、なかなか威力発揮するんだよね。まあとどめはつまみ、力を貸してください。いきましょうか、ツインストライク。さようなら、ミカヤさん。さようならって、これからも一緒に戦うわけですから。行きます。はい、お疲れ様でした。あのエフラムなかなかかっこいいよね。 MVP はアルフ、愛も変わらず移動力を生かしてね、敵を蹴散らしてました。無事試練を乗り越えることつまみが疲れていない。お疲れ様。なんかズマミ疲れてたり疲れてなかったりするよね。ありがとうございました。試練だと。ミカヤ、この差は一体何なんだろう。以前よりもあなたの心を近くに感じるわ。これミカヤさんの左手に結んであるあの紐もさ、なんかミサンガみたいな感じで、私もなんかあったりするのかな。この戦いでミカヤのことをより深く知ることができたと思います。なんかそういうさ、深読みしちゃうよね。知らん、全然知らないから。でも、うん、でもどうかしたの。ミカヤの未来が見える力も知ることができたらよかったのに。あ、そんなのもあんだ。へえ。それはあなたには必要ないわ。暁の巫女だもんね、ミカヤさん。未来なんて見えなくても、まあ、巫女っていうぐらいだから。あなたはやっぱそういうなんか超常現象じゃないけどさ、そういうような不思議な力を持ってたんだろうね。今のはもしかして予言ですか。深読みしているつまみを。いいえ、確信よ。どんな時にも決してくじけることのない力強さをあなたの中にも感じたから。あ、ここまで戦い抜いてきてるもんな、つまみだって。嬉しいです。ミカヤの思いに応えられるようこれからも頑張りますね。そうな、私も全力であなたを支えるわ。一緒に世界を救いましょう。ミカヤさんってこうやって見るとすごく若く、幼さが残るぐらい若く見えるよね。結構ファイアーエンブレムの主人公って年齢低い連中多いよね。まあ、リーフ君もそうだしさ、ロイもそうだし、多分ミカヤさんだってすごく若いでしょ。10、下手したら12、3なんじゃないの。なんかそんな気がしますか。まあ、あんま言って外れてるとね。てか、結構さ、こう、喋ってる中で、これはこうなんじゃないかなっていう、言ってるけどさ、そう、ことごとく外してんだよね、僕。本当に。こいつ何も知らねえわ。すごいわ。はい、ということでロイ君とミカヤさんの外伝プレイしました。また次回はね、
メインストーリーの方進めていくことにしましょう。また次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。